はい、すみません。はい、大変失礼しました。僕を照らす
をしようよ。するぐらい自分のステージの動画を見るんですよね。あの YouTube には上げてるけど、 YouTube のやつは回数が自分のやつで増えたら嫌やから、自分では YouTube は見ないんやけど、自分で撮った動画は何回も見ます。何回も見ないけど、その中どうしても好きになれるのは、今喋ってるこの MC は好きになれないんですよ。もうちょっと頑張って喋ります。練習しようか。今日それでちょっとでも思えて、ちょっとだけ喋りますと、僕ステージでよく弦を蹴るんですけど、弦が蹴れるんですよ。今日も多分蹴ると思うし、初めて弦切ったのって、先ほどのロックタンズのね、2人は僕の高校の同級生。初めて出たステージ、僕の出たステージは高校1年生だったかな。てっちゃんと組んで、てっちゃんボーカル、僕ギターで、出て、山下達郎の交流かなんか、やる前の曲で僕ギターの弦切ってんな、覚えてる。佐野元春文化祭忘れた。あ、そうか、だったかもしれない。また僕であの、そうその時のことを思い出すんだけど、その時のメンバーが結構揃ってましたけど、で僕はその時にある女の子を待ってたんですよ。だからここに年生の時女の子を待ってました。見に来てくれるのかなって、見に来てくれたかやねんけど、その場で見せた姿がとても無様だったというのを覚えてますので、では次ラブソング聴いてください。君への想い、君
幸せと悲しみで
ねんけど、どうぞ勘弁してください。それって何もできないことなんじゃん。今なら
わかるけど僕が歩いてきたこの道は他人の誰にもわかるはずはない。いつからだっけ歌った思わず涙がこぼれてしまうんだ。やりきれない気持ちをいつまでも断ち切れない。今日も現れるクロスロードにうんざりする。地図も道しるべも何もないのに君は自分を信じて進んでくんだね。
鍵の10日までやろう。僕は島に行くと言うことはないだろう。そんなの勝手に決めなよ。テレビに踊らされて
日はですね、僕と浩二さんと、ロックダンスの、お三人さんと、来て演奏させていただきました。そしてですね、今日途中でもお寄せいただいたんですけど、本当にたくさんの方が来られてですね、今僕がやった演奏の中、途中で後半もやめたいなというぐらいの気持ちの状況に追い込まれながらも、こんだけ皆さんがいらっしゃることで最後までたどり着くことができました。本当にありがとうございます。僕らは多分そういう力を皆さん持っていると思いますので、どうぞこれからもいろんなところに顔を出してください。ありがとうございました。